突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。はい、今日もやっていきたいと思います。さっささっさとね、今日はもうなんか、ニュースをね、たくさん詰め込みたいので、テンポよくやっていきたいと思っております。もう早速ね、この話に行きましょう。元有名格闘家というより、今の方が有名ですね。大沢健二さんですね、これね。大沢健二さんが毎週金曜日ね、格闘技通信にあやかって、格闘技通信。格闘技通信ってね、雑誌ありましたが、2が1個ね、余分に入ってますんで。で、まあ雑談みたいなね、まさしく私がやっているのの、もっとね、長いバージョンみたいなね。で、言ってました。朝倉未来 VS 山本キッド、どっち勝ちますかっていうね、スーパーチャットかなんかで来たんで、まあどうしてもね、答えざるを得ないってことでもないんですが、まあ答えてました。普通にね、そこは山本キッドだというふうにね、大沢健二さんは言ってましたね。まあ63ぐらいで、まあ70のやつとかね、もうバンバン倒してたし、多分日本のパウンド・フォー・パウンド、堀口恭司選手と共に並ぶ最強だというふうに言ってまして、ここは、まあ朝倉未来選手は勝てないというふうにおっしゃっておりました。あとはですね、朝倉未来選手と、俺もね、これ前から気になってた、高谷選手。はい。もうね、引退しましたが、どちらがね、勝つんだというところで、それはですね、まあ、ミクルの勝ちだと言ってましたね。まあ、高谷ね、自分から行っちゃうからって言ってましたね。まあ、カウンターね、スタイルなんで、朝倉ミクル選手は、自分から行っちゃう高谷選手はね、スタイル的にちょっと、不利になるのかなというところで、けどね、悪さではどっちですかって言ったら、うん、まあ、悪さは、まあ、高谷の方が悪いって言ってましたね。不良としての悪いことやってきたみたいな、何の自慢にもなりませんが、はっきり言って。まあ、それでは高谷選手だと言ってましたし、須藤元気選手がね、高谷選手の解説、まあ、随分前ですが、実況席でね、解説ついた時に、僕の友達も高谷選手に締められてますって言ってましたね。まあ、地元が近いんでしょうか。はい。というところですね。あとはですね、まあ、絶対ここだけの話にしてよみたいな、 SNS に書いてほしくない話があるんだけどっていう前置きしながらですね、まあ、アーカイブにそのまま残ってるんで、まあ、誰でもね、その格闘技通信見れてその話も聞けるんで、まあ、ここで話していきますが、ウオイフルスイング選手とサルタ選手いますよね、サルタチャンピオンがガチ喧嘩したっていうまあ11月とか言ってたな、11月になんか試合のことについてなんか揉めたらしいです。まあ余計なこと言ったのかな、あそこがダメとか、そこまで言ってないんで実際は何か分かんないですが、試合のことについてもう、まあ、ガチで揉めて、でしかもそのウオイ選手がブチ切れた時に、もうサルタ選手がいじったんですって、さらにそのどういじったかは言ってませんでしたが、でも、まあ、煽ったんですって。そしたらもう、まあ、それをでも、ウオイ選手がブチ切れたところを江藤さんが止めるっていうのがあったらしいんですが、その時にもうウオイ選手がフーフー言って、もう怒りが収まらなかったんでしょうね。壁にもうパンチして、もう大穴がもう開いたらしいです。はい。でそのね、大穴の開いた壁はもう本当壁一面張り替えたというね、話してました。まあ、石膏ボードだったんで確かに壊れやすいは壊れやすいけど、すげえその手のひらより、手というか拳の形より大きい穴がね、ボーンという風に開いたという風に言ってて、これはね、まあ他言無用という風におっしゃっておりました。はい。あとね、そこのコメント欄で、けど伊勢神宮の参道で魚井選手が彼女と歩いているのを見たっていうね、そういうあれもね、寄せられてました。で大沢さんも、あ、何あいつ彼女いんのみたいな。でまあ、おかっぱヘアらしいです、その彼女は。はい。で、あと面白かったのですが、面白かったのがですね、おやきがやばかったって言ってました。真相坂上のね、番組の中で、芸人 S として登場した、鈴木ですよね、本名多分鈴木で、知人とかね、からまあ借金しまくって、踏み倒して、けどなんか知らん顔するっていう、本当やばいやつがいるって言って、当時大炎上した、多分っていうか、もう あれはね、高田コーポレーションっていう芸人の片割れの、おやきっていうね、芸人に覚えてる人いるか分かりませんが、まあ、その人はね、大沢健二さんのジムだったらしくて、あいつさもうマジでやばいみたいな。で、なんか、今まで、そのなんか、言うとやばいからちょっと言わないことが多いけど、言えるので言うと、今までずっと敬語だったんですって。で辞めた後しばらくして、まあ何やってんだよっつって LINE したんですって。そしたらうるせえよって来たんですって。今までずっと敬語だったのに。まあそういうやついますもんね。自分に得になるか損するかだけで見てて、まあ、得にならないと思ったら急に手のひら返してくるやつみたいな。まあそれがね、おやきだったという話ですね。あと個人的にはね、そうなんだと思ったのは、大沢さんのお母さんって、沖縄の伊江島出身ということで、はい、私もね、昔伊江島から出てきた数千人ぐらいしかいないんですよ、人口が。そっから出てきた女の子と付き合ってたことがあったんで、うん、それ以来ぶりにね、久しぶりに伊江島っていう言葉聞いて、個人的にすいません、これはね、はい、ドキッとしましたということですね。はい。
あとですね、まあ、金原選手がまあめっちゃ強いっていう話をしてて、この間ねストラッサキーチ選手のフェザー級ランキングでも、あ、バンタム級か、あれ1位が堀内恭司選手で2位が金原選手にねつけてましてね、今は金原選手フェザー級に上げましたが、でその時にまあ、あの朝倉海選手もね、そのあの練習の時に一回ね眼底骨折させられてるらしいし、そこでも勝敗予想やってくれてまして、金原選手と斉藤チャンピオン、はい、どっちが強いんだっていうことになったら、今はねもう 今でもそれね、金原の方が多分金ちゃん金ちゃんって呼んでますが、金ちゃんの方が強いって言ってましたね。で金原選手 VS 佐々木うるか選手、ここも間違いなく金ちゃんって言ってましたね。でしかもクレベル選手 VS 金ちゃん金原選手、ここも金ちゃんだというふうにね、言ってました。はい、すごいですね。うん、あとは朝倉海ね、大沢選手はね、大沢さんは海海言ってるんで、海はまあ本気で格闘技にかけてるけど、ミクルはそこまでじゃなっていうふうに言ってましたね。で斉藤選手と戦う時に、戦って、まあ、1回負けてですね、でその後ドミネーター選手とねやった時に、自分からガツガツいかなかったから、まあ、自分からこれからね本能むき出しでいきますって言ってるけど、やっぱ2分ぐらいしちゃうとどうしてもね元の癖が出てきて見ちゃうんだよなみたいな、ふうにおっしゃっておりました。あとまたねディープのちょっと佐伯社長の話になるんですが、朝倉未来1年チャレンジャーね数字を持ってるので入れてるって言ってましたね、試合組んでるって、けどまあ正直言ってそのチャンピオン争いにまだね絡むような、まあいい選手だしアグレッシブだしいいんだけどっていうね前置きしながら、まあそういう風に言って、まあバランス取ってやってるという風に言ってましたね。まあこれはねどこの団体でもそうですよね、まあ、柴田が出たのもねそうですし、まあバランス取って、まあ、時代の流れとか見ながらやっているということで、あとですね新龍選手ね、はい、暫定から正規王者になって、本当はこの間のディープ100、2月にねやったので防衛戦でね、やるはずだったらしいんですが、まあ、ジムをねオープン地元でするっていうことで、まあ、その準備に忙しくてできなくなったということは、まあ、結構ね自分の YouTube とかでも言ってるんで知ってる人が多いかもしれませんが、まあ、何があったかは知りませんが、まあ、家族の事情だったらしいです。それは、はい、家族の事情でというね、何なんでしょうね、はい、でまあそういう状況になったということです。そしてあとはですね、扇久保選手が自身の YouTube で佐々木うるか選手にキレてましたね。まあ、最終的にはやっぱり嫌いだって言ってましたね。はい、まあ、体重をねなんかこれで移すっていうことで階級上げるかもしれないっていうことで、佐々木うるか選手はね、まあ、内臓疾患があったり、減量が辛いっていうのは分かるというふうにね前置きしつつも、だったら最初から俺の名前出すなよというふうにおっしゃっておりました。はい、まあやっぱねライバル同士なんでね、普通のね一般視聴者が見ててそんぐらいで怒んないよっていうこととはねまたちょっと違うと思いますんで、というところですね。そして佐々木うるか選手がこの間ねフィジカルがめちゃくちゃ佐々木健太戦で大きくなってるって思った人がいるかもしれませんが、なんとねリカバリーであの時はね6から8キロぐらいしか戻してないんですって。で普段は10キロぐらい戻してるんで、普段の方が戻してると、じゃあなんでねそんなにフィジカルねでかくなったんじゃないかってみんながそう思ったかというと、まあ筋肉量らしいですよ。はい、筋肉量をねめちゃくちゃアップしたんで、多分それででかく見えているということをおっしゃっておりました。そしてですね昨日やったね我らの堀井翼くん、はい、私も大ファンのね昨日 YouTube ライブやって、まあ、それが結構まさにね神回で、まあ、デブマネとね今自分のところのねマネージャーと喧嘩してるっていうことはね、まあ、周知の事実になってきましたが、それ突っ込まれても、まあ、知らないとか、うん、次の試合があるからデブマネなんてどうでもいいんだよとかね、うん、言ってましたね。それで中村プロデューサーのことについてはもう因縁の中、一生仲良くできない、中村プロデューサーと昔は仲いい時はあったけど、いつの間にかすげえ仲悪くなってしまったと言ってるましたし、あの会見の雰囲気も悪いと、中村プロデューサーが作るからねああいう雰囲気を、それが悪いくてまたなおさらね滑ることになってしまったというふうに言ってました。あとね不良の友達先輩レオ君は服めっちゃくれるって言ってましたねまあどうでもいい話ですが、はい。あと堀井くんのスパチャに 10.99 ユーロとかねなんかそうやっていたずらで日本円以外で上げてる人も、結構いて、まあ面白いなというふうに思いました。はい、あとなんか今日日サロ行ってきたんだみたいなこと、日焼けサロン行ってきたんだとか言ったら、お前ホームレスなんだから日焼けしろとかねなんかコメント欄でつけられてましたが、あちょっとびっくりしたのはドンマイさんにもねライジンのオファーあったらしいですね。けどまあドンマイさんはそれなんか断ったというふうに言ってました。あとまあ堀井くんがね昔ホームレスになる前にタイ人の自分のねトレーナー誰だっけ、ゴンナパーかゲオかになんか勝ったことがある、そのタイ人のねトレーナー勝ったことあるだっけ、自分のがランキング上だったって
だからなんかそういう話ありましたよね。トレーナーの人は今ね、あのタイに帰って、何やってるかって言ったら、なんか家政婦やってるらしいですよ。やっぱね、この伝染病の世界でね、そういう技術ね、格闘技の持ってても食っていくの結構難しいのかなというね、ふうに思いました。そしてね、やっぱあのキックボクサーなんで、昨日あった試合の話ね、すごくしてて、で、久村選手がね、マジで天才とか言って、久村選手すげえマジすごい天才超強いみたいなこと言ってたら、急にそのコメント欄で、お前風船の時がピークだったなとか入れられて切れてました。やめてあげてくださいと思いましたね。もうあんまちょっといじりすぎだなと思ったんですが、うん。あとなんかコメント欄で安藤美希に何て言われたのみたいな、あのね、ルーク選手じゃないや、深橋選手と戦った時に、安藤美希さんね、スケートのが、解説席にいて、そしたら、まあ、基礎からやり直せとか言われたよみたいな。クソバカ野郎、それを口に出すな、おめえもスポーツ選手だろうとね、至極真っ当な正論で返しておりました。これはね、ほんとそうだなというふうに思いました。そしてですね、最後結構一番盛り上がったのが、まさになんで神回かと言いますと、あの車中泊で撮ってるんで、まあ、電灯がないわけですよ。で、下からのなんか小さいライトでやってたんですが、それを最後髪の毛のところに上から頭皮に当てたんですよ。そしたら髪の毛がスッカスカでこっから一気にコメント欄がまあ大荒れになりまして、まあそれじゃ勝てねえわとか髪の毛関係ないじゃないですか、強さに。それじゃ勝てねえわとか、まあ、ストレートにね、ハゲてるやんとか、薄い翼とか、やっぱりハゲてるな、薄すぎるとか言って、おめえらうぜえなとか言って言うんだけど、マジで薄い、マジで来てるとか、ザビエル翼、本気で笑った、治療レベル、えぐい、現実逃避とね、頭とかけてね、なんか辛いっす。で、育毛剤代でスパチャどうぞってスパチャ送られてきたりとか、髪の毛が疎開してるとか、こりゃモテねえわとか、もう一回てっぺんジム見せてとかね、頭のね、今のてっぺん、もう一回てっぺんジム見せてとか、髪の毛クレストとか、散々いじられてましたね。はい、ということで、まあこの辺ですね。まあけど髪の毛クレストとてっぺんジムもう一回見せては本当受けました。でも、はい。まあ堀井翼くんのね、ライブに外れなしということで。はい、今ね、ライズやってるんで、原口健人選手とね、白鳥選手、まあ那須川天心選手のね、試合めちゃくちゃ楽しみなんでということで、まあこれね、定期的にやらないとちょっと格闘ニュースが溜まってっちゃうんで、まあ、こんな感じで結構ハイ密度な感じでやらせていただいておりますというところで、もしよかったらチャンネル登録して通知をオンにしてですね、また聞いてね。